プラグマティシズムは、チャールズ・サンダース・パースが1905年以降に、自分のプラグマティックな哲学を指すために用いた用語。彼がこの用語を用いたのは、自分自身と自分の哲学が、それまで所属すると見られていた領域の名前である、プラグマティズムから遠ざけるためで、文芸雑誌では当時、プラグマティズムという用語は、彼が容認しない仕方でずっと用いられていた。 彼はしかしプラグマティシズムでは論理学が倫理学に依拠するべきとは見ていた。彼によると彼がプラグマティシズムという用語を造語したのはこの用語が誘拐犯たちから誘拐される心配がないくらい十分に,身にきいからである。1905年のパースの論文ホワット・プラグマティズム・イズで知れることパース自身はプラグマティシストとして 概念はプラクティカルな効果によって試験されるべきだと、するとしたプラグマティズムの観点から、すでに1887年において、パースの精神のうちで、プラグマティシズムとして逸脱し始め、自己特化していたとしている。パース自身は、プラグマティシストとして、真の科学は観察という方法によるとしている。パース自身は、プラグマティシストとして、形事情学を開かすだけでなく、 刑事上学から貴重な本質を引き出すとしているパース自身はプラグマティシストとして思考に関係したものはリアルではないというようにはプラグマティシズムは考えないとしているパース自身はプラグマティシストとしてプラグマティシズムはスコラ哲学のリアリズムの持つ真理へ至ろうとする精力的な主張なのだとしているパース自身はプラグマティシストとしてプラグマティシズムは ヘーゲルの絶対的観念論と同型であるとしている。1908年のパースの論文、エ Neglected Argument for the Reality of God で知れること、パース自身はプラグマティシストとして、プラグマティシズムの効果は最高の、刑事上学的諸概念に応用された時に最大となるとしていて、神をも明らかにここに含めている。ピアース、CS、 コレクテッド・ペーパーズ・オブ・チャールズ・サンダース・ピアース・ボリュームス一六、チャールズ・ハート・ジョー・オン＆ポール・ウェイス・ボリュームズ七八、アーサー・ダブリュー・バックス、ハーバード・ユニバーシティ・プレス、ケンブリッジ、MA、一九百三十一、一九百三十五、一九百五十八、CP、MN として引用されている。M は関数、N は段落数。ありがとうございます。